身近な人だけではなく、いろんな人にそういう障害の子について少しでも理解していただけるなら、ね、いいと思います。失礼します。失礼します。ありがとうございます。どうする？あれ、どうやって渡そうか。手渡しかな、ね、どこがいいんじゃ、多分きっと喜ぶ。アンディ南野です。今日はいつもとちょっと違う動画なんやけど、最近知り合った牛飼いさん、投資家の牛飼いさんが福祉の事業にご寄付をされたいということで、私の知り合いの介護事業所、今日そのプレゼント寄付のお渡しの場面を、今日撮影するためにここに来ました、大阪府四条畷市大和中野かな、を今日来ました。で、だから今から中に入って、いろいろその事業所の方と対談したり、お話をしようと思います。やってきてるな、これ頭。やってないで。やってきたな。昨日よりやりました。今日お願いします。今日お願いします。お願いします。今日はちなみにプレゼント。今日はクリスマスプレゼント。さすが。はい。サプライズ。サプライズ。Amazon ギフトカードです。天ギフってやつです。天ギフやね。今日はだからこの前。僕らの資料たも10日ぐらい前で、はい、そうですね、でそこで初対面やったけど、たまたまね、お互いの過去の話になって、でその時にいろんな思い聞いてたら、なんか年内の宿題、はい、自分の宿題で、そうなんですよ、そういうその施設さんに何かご寄付っていうのができればっていうのと、でそういうそれをちょっと動画に載せて、で世の中にちょっとそれをそういう少し生活に余裕のある人とかお仕事が上手で何かどこかに何か貢献したいんや、社会貢献したいんやけど、っていう人たちにとって福祉に目を向けてもらえる何かね、きっかけになればっていうことで。どんなお気持ちで今日は。いや、もうやっぱこう、なんか何かをしたいって思ってもなかなかこうできないことがやっぱ人生多いじゃないですか。でもそれがなんか僕の中ではこうやっぱり決断と行動ってすごく大事だなと思ってて、で多分決断力めっちゃあるんですけど、なかなか行動力が伴わなかったりとかする中で、こう年内に子供たちに何かしてあげたいなと思いながらも、じゃあもう暮れが来るじゃないですか。でその中でこうなんか出会う、いろんな人に出会うたびに話をするんですけど、あ、いいねとは言ってもらえるんだけど、なかなかその行動に移せないというか、でちょっと知り合い捨てに聞いてみるねって言って、まあ、泊まってたりとかしてたんで、今回本当にありがとうございます。やっぱり子供たちへの、お小遣いじゃないけど、うん、なんかそれはもう自分たちの好きなように使ってくれるのが多分そうですね、なんだって いろいろ話したんですよ。なんかじゃあレゴブロックにしようとか、ゲーム機がいいんじゃないかとかいろいろ話したんですけど、でもやっぱりそれもやっぱ考えるのも楽しいんじゃないかっていう話をして、ね、今日一日よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。じゃあ、今日は、牛飼いさん、はい、はじめまして、自己紹介してもらった方がいいですね。はい、お願いします。お願いします。僕はですね、投資でご飯を食べてます。で元々がですね、岡山県出身で、で未熟児で生まれて、でまあそういうところからなんかそのなんていうんですかね、こう福祉じゃないんですけども、なんかそういうのにこう自分の中でこう幼少期からずっとこう福祉であったりとか医療であったりとかっていうのにこうお世話になりながら幼少期を過ごしたんですけど、でまあそこから消防士になりました。で消防士になって、東北の震災とか広島の災害に行ってから、その中でこう投資をやってたんですよね。でその中でまあ、ある程度のこうお金を貯めて、でじゃあもっとこう自分がなすべきことというか、なんか社会貢献とかをするにはやっぱお金も必要だなと思って、もうじゃあ自分でこう投資を本業にしようと思って投資家になって、で今たまにこうテレビとかに出させてもらいながら今こう何ですか、活動してます。今回お願いします。お願いします。僕の自己紹介お願いします。アンディ南野です。
まあ、最近で言えば安倍総理の警護とか、安倍元総理かなの警護とか、今北新地で防犯パトロールしてますけど、もともとはもう地元で、まあ、実はここは小学校同級生なんだけど、もう喧嘩ばっかりしてて何しようかなと思ってた時に、まあ、格闘技の大会に出て、もう優勝優勝優勝、もう最強の喧嘩チャンピオン、はい、でこのままどうなるんかなと思ったら、たまたまその格闘技のジムをされてた人がいてて、あのせっかくやったら喧嘩自慢を格闘技の方で生かしてみたらっていうことで、格闘技のジムを運営して、でキックボクシングの大会もやりながら、それ腕っぷしの持っていきよう、あの、まあ、世間の人らがせっかく腕っぷし自信あるんやったら、そういう警備とかセキュリティとかそっちの防犯活動とかの社会貢献に生かしてみたらっていうことで、なぜかそんなことをしてて、で、今ちょっと YouTube チャンネルも、半年前から活動しだしたんやけど、それ今自分のやってる社会貢献っていうのを、世に広めたい。で、僕自身そういうデタラメなむちゃくちゃなやりたい放題やってたけども、そんな俺でも今は少しは社会貢献のお役に、世間のお役に立ってるんやでっていうのを世間に広めたら、やっぱりそういう喧嘩とか、そうやね、喧嘩とか、まあちょっと無茶やったりとかぐらいしか自分の自己表現を知らない人たちの何か励みになったり、いや、あんなアンディみたいなやつでもまともになれると、俺らでももっとまともになれるんちゃうかなとかいう思いを持ってもらいたいから、僕は YouTube で自分の知名度上げたいなと思って活動する。ちょっと知り合いの紹介で、あの牛飼いさんっていう方、もしあれやったらおつなぎしますよって言うてつないでもらったんが10日ぐらい前ね、はい、10日前ですね。子供の福祉の施設に何か寄付を、あのご寄付をしたい、これが自分の年内の実は宿題なんですっていう時段が12月のだから頭、はい、でもう時期的にもクリスマスっていうところに、クリスマスプレゼントとしてのご寄付っていうのが、やっぱ今のお子さんたちにはすごい喜んでもらえるんじゃないかなっていう話で、今日この場が設けられたんですけども、うん、はい、もともとはその僕が、年内にこれやりたかった理由が一つあって、はい、であの息子が、あの次男が今回4月に生まれたんですよ。で4月に生まれて、なんか乳児ってそのなかなか高熱が出にくいというか、あんまりこう最初の1ヶ月ぐらいは熱が出にくいみたいなんですけど、なんか高熱が続いて、で緊急の救急の病院に行って見てもらった、原因がわからないと。でそこからじゃあその小児のこうなんて言うんですかね、病院を巡るわけなんですけど、その中でこう、まあ、自分がこう親で、その自分自身は未熟児で生まれたんですけど、なんかその自分が大変だった家庭とか知らないじゃないですか。で親になって初めて子供が熱を出したらめちゃくちゃ大変だなとか心配だなっていうのをやっと思っていく中で、なんかこう一緒の病院院内にいる親御さんたちを見た時に、なんか僕今少し余裕があるから、なんか何て言うんですかね、このまだ子供に手にかけれる時間とかあるけど、でもじゃあ仕事もお仕事もしながら、じゃあ育児もやってめちゃくちゃ大変だなと、ね、そう思った時に少しでも何か力になれないかなと思って年内ずっと過ごしてたんですよ。で過ごしていく中で、だんだんこう12月も終わるなと思いながら、で会う人は会う人に、なんかこうなんか福祉とかでこうなんかつながりないですかって言っても、やっぱね金融業界って意外にないんですよ。なかなかこう金融業界の人に言うと、まあ当たってみるけどなみたいな感じなんですね。でなかなかこうその縁がなくて、でただ言ったことをやらずして終わるのは嫌だなと思って、アンディさんに相談したら任せろと言っていただいて、この場を設けさせていただいて、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。フットケアグループの代表をやらせてもらってます、吉村です。お願いします。お願いします。今回ほんまにほんまに10日前ぐらいね。そうやな。だもう正直そういう話はこう多々あるんですけど、みんなやっぱりこう流れちゃう話が多かったんで、今回もうほんまにだからこうもうまさにね、こんな急にっていうか、もうこんな短いスパンで スピード感ですね。そう、もう決まったのがほんまにとても嬉しくて、まあありがたい話です。ありがとうございます。めちゃくちゃ感謝してます。はい、ちょっとあのまあフミはだから、まあ俺はもうちょっとフミって言うけど呼びやすいから、はい、
もともとこの仕事をやりだしたそのきっかけとか思いとかある？俺聞いたことないですよ、実は。いやだから、もともとこのほんまにあの会社するきっかけは、あの僕らの同級生で連れがおるんですけど、だからそれがあの24ぐらいの時かな、バイク事故で、ね、ちょっと障害持っちゃって、ね、まあ、その子が、ほんまにきっかけなんですけど、で、まあ、その子がだからちょっとあのバイトさせてくれっていう話から、で、やっぱりこうちょっと記憶がなかなか覚えられない子やったんで、なんかこう何やるにもやっぱりこう覚えられへんから、こう何やっとってって言ってもこうなかなかできひん子やったんですけど、まあその子ももうちょっとずつちょっとずつな覚えていって、ほんで一般 の仕事もそこそこの給料をもらえるようになって、ほんで結婚して子供もできて、でやっと去年にほんまに、普通の仕事にこう行ったっていう感じ。放課後等デイサービス、僕もちょっと詳しく知らんかったけど、調べたら小学1年生から18歳の、高校生までの少しだから障害を持った、うん、コーラの子たちの学校終わってからの、お母さんらが仕事帰ってくるまでの預かり施設、学校に行かないとか行きたがらない子たちは日中、基本それはあかんねんけど、あ、それ、うん、なるほどなるほど、うん、それはその家庭で言ったらその共働きしてはる人とかシングルとか、そうやね、あ、そういうこと、そのここのその費用とかってどういう形態なんだろう、費用っていうの、施設の利用費用というか、まあ基本国が免除してくれて、で1割負担かな、1割負担だけ家族さんがされるんです。では今日、内海さん用意してきていただいた、はい、子供たちへのクリスマスプレゼント、気持ちばかりですか、はい、お渡ししましょうか、はい、ありがとうございます。私がちょっと間を取り持つ形で、じゃあこれ施設の皆様に、贈り物です。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかお渡ししますね。お願いします、はい、ありがとうございます。161名分です。ありがとうございます。はい。ありがとう。一応まだ予備も用意してるんで。すごい金額。ありがとうございます。で、それに対して、フットケア吉村代表の感謝状を盾にご用意していただいて、はい、そうですね。ありがとうございます。飾らせていただきます。いただきます。頂戴しました。手を取りましょうか。はい。ありがとうございます。じゃあ、一旦プレゼントを私の場面これで、はい、使いましょうか、はい、これ前立ててみます。今回ばかりっていうのは僕の中では、はい、結構嫌で、はい、なんかこれをこう毎年できるようにというか、もうぜひよろしくお願いします。そういうなんかいい縁をずっと続けていきたいなと思ってるので、一回やって終わりってなんか僕ちょっと違うなと思ってて、はい、でなんかその僕 の、 まあその会社がまあ今後いろんな波が、はい、経済の波があると思うんですけど、うん、でもその中でもこういう活動っていうのはずっと続けていきたいと思うので、なんかこの映画これからも大事にお願いします。お願いします。会社立ち上げる時からやっぱりこ う、 もう小さい時からもう大人になるまでの全部の総合施設を建てたいっていうのが夢やったんで、だからまあもうほんまにそれが実現できるように、ぜひ協力できることは、いやもうぜひお願いします。お願いします。それで実際取るお金って言ったら、まあ、土地があって、土地があったよね、でやっぱ4階建てとか、あーもう多分3億4億ぐらいは、あ、そんなにいくら絶対億この時計で半分いけるから、うまっすね半分いけるその時はチームにしますね。メルカリで値打ちする、牛買い仕様、多分それは誰も買わないです。7人一緒に行きましょう。そう、なるほど、その思いも聞いてて、でやっぱり自分のところだけのお金でそこまでしようと思ったらほんま数十年の話、そうですね、やっぱやりたいなって言ってて、だから今回 YouTube やるもほんならふみその
皆さん寄付金くださいっていうのはやらしいけども、うん、ただこんな風にしてこういうあの将来展望があってっていうのを言えば、もう少しそのやっぱ YouTube なんて配信され公開されればそういう人たちの目も向いてくるんじゃないかなって、うん、そうですね。いや僕らの枠ってほんまに狭いんで、やっぱりそうやってね YouTube とかやられてる方とかは結構こう配信してくれはるんで、なんか福祉のねやっぱりその現状っていうのもあの分かってもらえる人が増えれば